メディアの皆様向けの内覧会をお勧めさせていただきます。今回のイベントにより筑波山にいらしたことのない方々にはぜひ来山していただくきっかけになるのかなと、筑波山の観光価値向上につながるのではないかと、そういった期待をしておるところでございます。本日は当列車にご乗車いただき誠にありがとうございます。ある役人が山深くに迷い込み、筑波山の麓の小さな村にたどり着きました。どうされたのですか？中でもひときわ巨大な黒い塊が不気味な声で問いかけます。ここから北に向かった山にお堂があります。笑顔の彼女が聞きに来ることを信じて